ナスキヨシはニューヨーク在住の外交評論家。大正5年4月、米国カリフォルニア州に生まれる。6歳の時、東京に移住。翌年、関東大震災を体験。神戸に移り、関西学院大学で心理学を専攻。当時から心理学会で単視されていた例を研究対象にする超心理学の研究を始める。卒業後、昭和15年。 東京帝国大学航空研究所職宅として、航空心理学の研究に従事。真珠湾奇襲攻撃直後に陸軍に、大招き。戦後、毎日新聞社に入社。昭和27年、コロンビア大学で国際関係論、国際気候論を専攻毎日新聞社外新聞副部長、ワシントン特派員、ニューヨーク支局長、論説委員を歴任。 退社後、ニューヨークで外交評論家として、新聞、雑誌などに寄稿する傍ら、各地で講演を行い、現在に至る。この間、吉田茂首相を、はじめ、9名の日本の首相と対談、著書多数。平素から、人物、事件について冷静に、公平に、公正に報道して、読者に対して、責任を取らなければならないことを心がけている。 宣伝その他別の意図を秘めて、それを故意に過大評価したり、また過小評価すべきでもない。しかしある事件、人物を十分的確に理解し、評価することは困難な場合が多く、ことに奇跡というような異常なことが起こっている場合には、それを奇跡でないように評価するのではなくて、やはり奇跡であると言って読者に伝える、判断力という人を、 評論家は備えているべきであると考える。ありがとうございます。